ちは、秋田しおりです。私の今日の私服はこんな感じです。今日は全体的にダークトーンで黒とグレーと白でまとめました。お気に入りのこのジョン・レス・サレバーで買ったデニム丈感とかお気に入りです。あとシルバーでまとめました。またね。こんな感じです。今日はブラックコーデということで全身真っ黒なんですけど、ポイントはこのマーメイドスカートです。なんかラインもすごく綺麗に見えるし、後ろにこう絞れるリボンがついてるので、そこが個人的にすごく好きなポイントです。このシャツも今回この、まあ、ノーカラーっていうその襟が来月なんですけど、それもお気に入りです。こんにちは、永瀬莉子です。今日はなんだろう、ちょっとミニ丈夏なので着てます。あとはグレーと、あとスニーカーもニューバランスなんですけど、ちょっとなんかニューバランスの中では珍しい形かなっていう、なんか可愛いのでそのソックスもちょっと後ろこだわってたり、ちょっと寒いかなと思ったので代わりもちょっと着てます。はい、学園祭頑張りましょう。じゃーん、瀬戸ここかです。今日の私服はこんな感じです。ブラックコーデです。ポイントで緑のサンダルでカラーを入れました。アクセサリーはシルバーイヤカフです。まとめました。こんな感じです。ポイントは編み編み、こんな感じでした。バイバーイ。ターン、高坂樹里です。今日の私服はこんな感じです。ポイントはオール古着です。で、全部黒で、トップスのこの像のデザインがポイントです。アクセサリーはこれも古着屋さんで買ったんですけど、黒なのでちょっと豪華な感じでキラキラしてます。はい、楽な感じで動きやすいコーデにしてみました。バイバーイ。皆さんこんにちは、広瀬まどかです。今日の私服はこんな感じです。今日は夏の学園祭ということで、ちょっと浮かれていつもより女の子らしい感じにしてみました。結構ミニ丈のワンピースなので、こんなにミニ丈なのは普段全然着ないので、ちょっと珍しい感じになっております。サンダルもすごく夏っぽくて、ワンピースはすごい形が超可愛くてお気に入りです。こんな感じでした。バイバーイ。こんにちは、入江美咲です。今日のコーデのポイントは、女の子らしいドット柄のマーメイドスカート、これはスナイデルです。にちょっとカジュアルさも欲しかったので、 T シャツもしてみました。で、私の今日の一番のポイントがこのリボンのカチューシャです。この大きいリボンが可愛らしくていいかなと思って気をつけてきました。はい、こんにちは、笠井彩乃です。今日のコーデは全身真っ黒で、いつもは女の子っぽい服が多いんですけど、今日はかっこよさげなコーデにしてみました。すごい、このデニムはH&M で買ったんですけど、なんか今流行りのカーボパンツに形が似てて、すごく可愛いです。この T シャツはクロップド丈で、このここからちょっとなんかインナーが見えてるのがちょっとおしゃれかなみたいな感じで、ハイウエストにクロップド丈で足長効果もあって、すごくお気に入りのコーデです。以上です。バイバイ。
こんにちは、川村ココアです。はい、今日の私のコーデのポイントはこのトップスです。このふわふわしたシルエットにすごいもう一目惚れして、なんかお人形さんみたいで可愛いなって思って買いました。全体的に靴とかもエピヌさんにしてみたりして、ちょっとドーリーっぽいコーデにしようかなって思ってしました。あともう一つ、リボンつけたりしてガーリーにしました。じゃあ皆さんこんにちは、林美玲です。今日のテーマは夏ということで、透け感を出したり、クリアサンダルを履いてみたり、そしてクリアサンダルにパールがついてるんですけども、ちょっとパールっぽくしてみたりしました。テーマは夏なので夏気分で今日も頑張ります。バイバーイ。こんにちは、国崎瑞希です。今日の私服のポイントは、ちょっと夏なので透け感でチュールの素材を使ったコーデにしてみました。で、ちょっとこれだと寂しいので赤をちょっとチョイスして可愛さをお鼻で出してみました。以上です。もっちゃんでした。またね。こんにちは、木口メリーです。今日のコーデのポイントは、夏なのでちょっといつもとは違う色とか入れたいなって思ったので、ピンクのシャツに夏っぽさを出すためにちょっとだけお腹を見せて夏っぽさを出しました。で、マイスクラップのものなんですけど、ここに紫の刺繍が入っているので、こことその靴下の紫を合わせてみました。こんな感じのコーデです。関やる気です。私のコーデはこんな感じです。はい、私のコーデのポイントは、この一着で結構大人っぽい雰囲気、先輩モデルさんとかもいらっしゃるので結構大人っぽい雰囲気にしてきました。で、あえてこのスニーカーを合わせることによってちょっとカジュアルな大人っぽい、これもヒールあるのでね、すごい大人っぽいんですけど、カジュアル大人っぽいにしました。で、差し色とかでこんな感じで指輪をプラスしました。どうでしょうか。こんにちは、高平ゆなです。今日のコーデはワンピース1枚でさらっと着てみました。このワンピースはリゼクシーで、ポイントは背中が空いてるところが大人っぽくてポイントです。あとウエストがすごいキュッてなってるのでスタイルもよく見えるし、あと大人っぽくも見えるコーデになっています。で、あと今日は指輪とネックレスもつけて、なんだろう、大人っぽい、なんだろうな、上品な感じにしてみました。こんな感じです。バイバーイ。こんにちは、松本玲優です。今日のコーデはこんな感じです。白とピンクでまとめたのと、あとここがゴールドなのでここもゴールドにしてまとめました。で、荷物が結構多かったので動きやすさを重視したコーデになってます。バイバイ。